2022年7月16日早朝、ジャーナリストの三本和彦氏、91歳、がご逝去されたことが分かりました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。1950年代後半、東京新聞在籍時代から自動車に関する記事を執筆し、日本におけるモータージャーナリストの第一世代として活躍、業界の礎を作った功労者でした。ご本人をこの肩書きで紹介すると、モータージャーナリストなんて堅苦しい肩書きなんてまっぴら、僕は単なるジャーナリストだ。自動車は人々の社会や生活の中にあるもので、そこから切り離して語れるものではない、と怒られました。日本に自動車産業が根付き、発展し、世界へ羽ばたいていく過程を見つめ続け、羊の皮をかぶった狼、や、猫足、など、今も馴染み深いキャッチフレーズを発案。1977年から2005年までの28年間、新車情報、テレビ神奈川、の司会を務め、ひたすら実用重視の評価と軸のぶれない消費者目線を続けたことで、ユーザーからもメーカー開発者からも、根強い支持を受けておりました。ベストカー、紙面にもたびたびご登場いただき、新型車評価を執筆、独特の、ベラン名、口調で語られる辛口評価とユーザーに寄り添った目線、メーカーへの真摯な提言で、読者の人気を博しておりました。車好きの読者へ一言、と質問したところ、カーブを1秒早く曲がるよりも、5分早く家を出なさい、といただいた名言は、この先一生忘れません。近年はご体調が優れず、紙面への登場もご無沙汰となっていた折に、この旅の訃報に接し、編集部一同残念でなりません。重ねて、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。ネットの声、今でこそ、自動車ジャーナリスト、バイクジャーナリスト、と皆さん自分の肩書きを名乗っているが、三本さんが自分はジャーナリストだと言っていた頃は、皆、自動車評論家、だった。その意味でも時代を先取り、時代を牽引、時代を変えていった方だと思う。今でも記憶に残っていて今も自分の大切な大きな教訓になっている言葉がある。法律、規則は少なければ少ないほどいい。なぜなら一度作ったそういうものは変えるのが大変だからだ。法律、規則が多いと時代や環境の変化にそれらを変えていくことはとんでもない労力がかかる。会社時代にもよくこの言葉を思い出した。会社には規則を作るのが好きな人が多いんですよね。あと温暖化ガスの影響で地球温暖化が進んでいるという説。当時はまだまだ説だった。に、自分はその仕組みがよくわからない。ともおっしゃっていた。いつも自分の頭で納得いくまで考える方でもあったと思う。ご冥福をお祈りします。